新生事件は1935年に起きた中国の雑誌による当時中国の満州を占領していた日本の皇室に対する不敬事件である。1935年5月4日、中国、上海で発行されていた読者数万と言われた半万皇日宣伝誌である週刊、新生、第2巻第15号は液水と称するものの緩和皇室という 日本の皇室を冒涜する記事を掲載した。6月24日、日本の石井太郎上海総領事は、上海市長ご鉄城に対して、中国側の正式謝罪、編集者処罰を要求し、抗議した。呉市長は、直ちにこの要求を入れ、6月25日、公文で警報、厚むつ例による処罰、同志の発刊停止、責任者の逮捕処罰を誓い、 陳謝の意を表した。しかし6月28日、第1回公判で、同記事は、中央東部の検閲人かずみであり、同志は、超学寮操縦の東北協会が講演している、ことが、明らかになり、事態は重大の道馬市、最高法院、警備司令部、上海市政府の三者は、責任回避に終始し、うやむやのうちに重大事件を葬り去ろうとした。 ここにおいて7月2日、日本政府は南京政府に対して次の要求を行った。すなわち、中央東部の抗日運動を停止、超学寮の操縦する東北協会のような半満抗日義勇軍援助機関の即時解散、中央東部の図書検閲方針の公開、上海からの国民東部、乱医者の撤退、である。中国側は政治会議を召集し、 対策を協議した結果、日本側の要求を承認することにした。7月8日、中央宣伝委員会委員長要素は、上海検閲機関監督の責任者として、日本の有吉大使に正式陳謝文を通達し、申請の責任者と重藤を後半に付した。禁錮1年2ヶ月の判決であった。ここに、事件は一応の解決を見た。 この件を恩便に済ませようとした有吉大使に対し不満を持った文子が怪文書を送り大使を脅迫するという事件も起こっているがこの文子を操ったのは影佐定明武官補佐官と言われている。ありがとうございます。